皆さんこんにちは、池さんです。今日は久々の、初心者向け車中泊講座やってみたいと思います。今日紹介したいのはこれね、マックスウォークのブルエッティっていうね、ポータブルバッテリーです。見てください、このエメラルドブルーの美しい本体、そしてこのバカでかいサイズ。なんでバカでかいかっていうと、これ、型式はね EB150 って言います。容量がね 1500Wh っていうね、めちゃめちゃ大容量のバッテリーなんですね。こちら表を見てください。まずね USB が取れますね。 USB が4口取れます。そしてプラスこれ PD 45W MAX の PD があります。 PD ってご存知？いつま USB 2.0 違うじゃなくてなんだっけ全然違うよPD っていうのはパワーデリバリー、大電流を引ける USB ポートなんだよね。新しい規格 USB-C が対応になってて、これで、MacBook Pro とかね、新しいノートブックとかの充電も直接取れるようになったと。それからじゃん、 12V ね、 12V も取れます。さらに 100V は 110V 取れるかな、2口あります。で電源を入れてみますね。ちょっとねマックスまで充電できてないんですけども、だいたい 1,2,3,4,5 メモリーがありますね。これね5メモリーでマックスです今ね。だから 20% ぐらい使っちゃってる状態ですが、一番上がねインプットパワーですね。何ボルトで今充電されてますかって、これソーラーパネルからとかからも充電できるので、インプットの電気容量が表示されてます。で上が DC ね 12V、 それ下が AC、 これは今何ワット消費されてますよっていうのがね目視で分かるようになっている、そういうディスプレイですね。そして、残りの残容量、バッテリーの残容量っていうのは5段階のゲージで表示されています。よりによって今日はもう1ゲージ減ってるので4つしか表示されてません。まあここのディスプレイである程度、今どのぐらいの容量が使われているかっていう情報が見れるようになっているものです。質問いいですか？何でしょうか？家庭用の電源で充電していくときはどこから充電できますか？充電はね家庭用の 100V からアダプターでガッチャンコとここに挿して、取ります。だいたいね空の状態からフル充電まで10時間かな。まあ 1500Wh っていうとんでもない容量ではあるので、やっぱりね充電もね同じく時間がかかります。どのぐらい電化製品使えるかっていうと、ノートブックで35時間、それからすごいでしょ、それから30リットルの冷蔵庫だよ、もう、約35時間動いちゃいます。すごいでしょ。でプラス32インチぐらいの液晶テレビね、だとしたらこれ70時間ぐらい使えるんだって。だからやっぱさ、これだけの大きなバッテリーだから、そこそこな容量、 1500Wh ってそこそこな容量なので、いろんなね電化製品が使えます。最大出力は 1000W です。要は 1000W 以下のものであれば、あるいは組み合わせて合計が 1000W であれば、いくつか併用して使うこともできるんだけども、出力は 1000W までなので、そこ注意しておいてくださいね。僕たちこの夏休みの10日間のトリップの時にこのブルエッティのね EB150 をモニターとして貸してもらって、マックス充電した状態でね連れて行きました。その時に毎日、充電に使ったものとして、まずね僕のね16インチの MacBook Pro、 それから13インチの、MacBook Air、 これそしてこれ、扇風機、 USB 扇風機ね、こいつはね 5000mAh っていうバッテリーを内蔵している、ちょっと大きい容量のねバッテリーを内蔵している扇風機、それから僕が今こう撮影に使っている、アクションカブとかね3台ぐらい持っていくんですけども、プラス、スマホ2台、それから iPad 1台をほぼ毎日フル充電かけていたので、まあ 1,2,3,4,5,6,7 つのデバイスを、毎日充電して約7日間、MAX 使いました。だいたい皆さんの、使う電子機器のね参考にしてもらえばいいかなと思います。なので、実際ねさすがに10日間とか車中泊に行く人ってそんなに多くはないなと思うので、まあ多くて2泊3日、3泊4日とかぐらい
するんであれば十分すぎる、うん、残るねだいぶ、むしろ残してしまう、うん、ただし、必ずしも車中泊だけではなくて災害時とかね、うんうん、何か緊急時の時の電力としてすごく活躍するので、まあ、もちろんねあのこれぐらいのサイズがあったらいろんなシーンで安心ではあるかなとは思います。ところが大容量ということは当然重い、それちょっとね私も片手で持つのしんどいよね、うん、え、それ何キロあるんですか？これね約18キロあるの。あ、そうなんだ。そう、ちょっとねやっぱりねその大容量であるがゆえに当然だけど、うん、バッテリーがね中にねあるので蓄電池なものですから、うんうん、どうしてもね重さはねおのずと紐づいてしまうんだけども、さすがに18キロなのでこれね女性が運ぶのにはもう全く適してないプラスマンション住まいの方とかね、あの部屋で充電して車に持ってくるのすらかなり困難なので、うんうん、じゃあ実際こう自分のね、ライフスタイル と、お住まいのなんだスタイル、うんうんうん、とかも加味した上で、まあ、これは選んでみないと、うん、それから見て言っても僕が持ってこの大きさなのでやっぱりね小さい車だと相当場所を取ってしまうんですね、うん、取ります、はい、なのでこれはね、使われる必要とされる方はやっぱりこう長期旅に出られる方とか、それからバンライファーでね住まわれてる方とか、うんうん、それから、災害時を見越して、うん、大きいバッテリーを用意しておきたいという方には優れているとは思いますが、1泊や2泊3泊ぐらいの旅行に使うのにはちょっとトゥーマッチ。多分一般的なポータブル電源が5キロ、ごめんなさい、ごめんなさいね5キロちょっとぐらいでしょ。だから約3倍ぐらいの重さがあるってことだよね。そうだね。なんでね当然だけど子供はちょっとね持ち上げることできないので、うん、これは本当ねちょっと特殊な用途がないとあまり、必要とされるシーンは少ないかなと思います。プラスですよ、もっと重要なポイントがあります。奥様ハウマッチだと思いますか？結構しそうですねそれ。こちら18万9880円。高っ。まあ、あんま大きい声で言っちゃダメよって貸してもらっちゃってるからさそっかそっか、うん、いやでも結構覚悟しないと買えないね。電力を確保するのに約19万っていうのはねちょっとなかなかよいしょって出せる金額ではないので、やはりその辺も加味して自分の遊び方、うん、使い方、ライフスタイルとかねもう加味した上で選ぶべき。ただし、まあ大は小を兼ねると言いますか、十分な容量はあるので安心してどこにでも持っていくことはできるかなとは思います。はい、はい、ブルエッティの EB150、容量が 1500Wh っていうね大容量のバッテリーですけども、まあ、天然パーマ的にはおすすめ度は星3つ。残りの2つは何ですか？やっぱりね重いのと高い。あ、確かに、うん、ここはねどうしても足かせになるというか、あの買う時に躊躇してしまうポイントかなと思います。なんせ重い。あとは何？電気好き？そうだね、うん、電気マニアの人、もう電気が大好きで電気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 っていう人にはもう十分かもしれない。とりあえず用途はその皆さんの遊び方やライフスタイルに合わせて選ぶべきかなとは思います。ではね次の、ご紹介があります。